けじゃミッドリーズ疑心暗鬼、私はいつも嫌われていて、だからお友達になりたいって信じられなかったです。はい、疑心暗鬼、愛、はい、愛、趣味、好きなこと一緒にできたら嬉しいですよ。はい、ちょっと話してみよう。いろいろ。話題を振りましょう。まあ、いろいろ聞きたいことはあるけど、何のこと？関係ないか。じゃあ、行方は？ご主人どうしてユーマちゃんを探さないですかね？自分の娘なのに。もしかしてあんまりよく思ってなかったとか？そりゃないと思うんですよ。ヒロキ様はみんなに優しかったですし。ユーマ様のことも実の娘のようにとても可愛がってたです。だからすごく不思議なんですよね。ユーマ様が行方不明なら真っ先に探すような人ですか。自分が殺したんでしょうよ。ヒロキについて、ご主人ずっと本読んでるっすね。いつも優しくてとってもいい人なんですよ。どうしてあんなことになってるですかね。お二人にはいつものヒロキ様と会ってほしかったです。今日について。もしかしてですけど、リオさんとキョウ君って仲悪いんすか？仲悪いというよりは、その何と言いますか、いつもいたずらやいじめてくると言いますか。あ、子供のすることですから、そんな恐れたことじゃないんですよ。服にカエルが入ってたとか、そんなです。でもやだな、そんなに。それに数年前に比べたらだんだん落ち着いてきてますですし。それは嬉しいことなのかな。じゃあ、ユーマについて。キョウ君とセットってイメージなんですけど、そうですね、二人でいたずらしてくるです。でも、ユーマ様はなんかいじめられてて、いじめられてて違う気がするっすよね。いじめられてて違う？そのいたずらするとヒロキ様やアヤメ様が怒るですけど、なんとなくわざと怒られに行っているような、なんでしょう、不思議な方なんですよね。かまってほしいのかな。かまってほしくて悪さするみたいなとこあるかもね。ラミーカについて。あ、ラミーカについては特に言ってない。じゃあ、リオについて。いや、本人について聞けないか。はい。じゃあ、ボルフについて。あれ？ボルフについて話題あるでしょ。じゃあ、イチローについて。鈴木さんってリオさんのことを気遣ってる感じですよね。はい、私が頼りないので何かあるの助けてくれるです。なんというですか、こういうこと言うと怒られそうですけど、私におじいちゃんがいたらあんな人かなって思うです。かわいいなぁ。可愛い関係だよな。じゃあ、ユーマについて。くどく。はい、部屋の鍵。挙動不審。汚れは聞いてほしいな。疑心暗鬼、趣味。じゃあ、趣味よ。趣味ぐらい聞いてる。じゃあ、花好き？汚れ、趣味。リオに友達、恋人、ラミーか恋人。恋バナ好きそうなのにな、この子。じゃあ、なんかある？他に。趣味も聞けんかったでしょ？愛って何？いや、何も聞けんじゃない。何も聞けんじゃないですか。じゃあ、ちょっと、相変わらずこの奥さんに、いろいろ聞いていこう。地下こもりについては危険やったし、屋敷について。森の中にこんな大きな屋敷、相当の財力がないとできないっすよね。思ったんですけど、ご主人って何されてる方なんすか？実は、ある会社の社長なのよ。名前を出せばきっと、あーってなると思うわ。社長、お仕事行かなくてもいいんすか？働くスタイルって職場に行くだけじゃないらしいわ。ヒロキが会社へ向かうのは、月に1、2回行くか行かないかよ。あとは文通で指示を出して回してるらしいわ。ちゃんと仕事は回ってるらしいし、社員も優秀な人たち揃いらしいよ。前に社員の方とお話ししたけど、ヒロキはいわゆる仕事の天才だとかなんとか。そしてヒロキの会社は何と言っても怖いと。もういいです。はい、もういいです。そんな夢みたいな企業がこの現代にあるわけないっす。あるのよね、これが。はい。なるほど。じゃあ、いい会社なんですね。一郎、花好き。
こんな綺麗なバラの中でお茶って素敵っすね。そう思うでしょ。でも実はダイエット目的なの。青色って食欲をなくす色らしいじゃない。だからここでおやつを食べているのよ。でも効果があったかどうかは聞かないでね。ああ、話すっけ。趣味、あやめさんの趣味ってなんすか。趣味、そうね、人間観察って言いたいところだけど、こんなの履歴書に書けないわね。書かないけど、結構多趣味なんだよね。手芸や音楽、映画鑑賞に漫画やゲーム、なんでも好き。最近はコスプレに興味あるわ。おお、結構オタク的なことも理解あるんですね。いえ、私オタクなのよ。ワンのつくピースも、ジのつくプリも、ブリも好きよ。それはなんて反応したらいいんですか、それ。そうね、ダブルピースにして、アヘ顔にした方がよかったかしら。ブリブリブリュル。あ、奥様困ります。ちょっとそれはね、でも、まあ、全オタクを味方につけたと思うよ、今。愛って何？愛。あやめさんって愛とは何だと思うんすか？そんな哲学的な話を振られても困るわ。そういえば、愛と恋の違いは、真心か下心かって聞いたことあるわ。ほら、愛って字は心が真ん中、恋は心が下にあるでしょ。なるほど。どうかしら、うまく話を交わせたかしら。いやー、なるほど、勉強になるな。なるほどね。確かに言われてみれば。疑心暗鬼。疑心暗鬼は得意ない。おう。じゃあ。屋敷のガキ。いつものきょうくんとゆまちゃんってどんな感じなんすか？傍若無人なガキ大将コンビって感じよ。お子様世紀末みたいな連中よ。例えが絶妙っすね。でもお互いにストッパーでもあるよ。ユーマが暴走すればきょうが止めるし、きょうが蹴れればユーマが止めるし。お互いに相性のいい関係なんだよね。仲は良さそう。兄弟の仲は良さそうだね。屋敷のガキ、繊細親父。繊細親父は聞けないと。うん。じゃあ、あとは、花好き？花好き？リオに友達。繊細親父、ラミコ、一応、屋敷。屋敷は聞いた。もう聞くことないかも。何の方？聞くことなさそう。じゃ、この人自身の、ああ、もう全部入ってるか。じゃ、ちょっと、あの少年に愛についてきて。こうってこよう。愛について。教えなさい、愛について。愛と。まあまあ、こんな少年と愛の話はせんわな。一郎について。花は、じゃあ花は好きですか？趣味は、趣味。ひょうくんの趣味って何すか？趣味、絵を描くこととかかな。え、どういう系の絵を描くんですか？風景画とかデッサンだよ。何興奮してんの？いえ。なんか今のオタクの反応そっくりだったよ。興味のある話題で飛びつくみたいな。オタク差別反対っす。あ、別に差別してないけど、鬱陶しいからやめてって話。いいじゃん、ええぐらいさ。見せてくれてもいいじゃないですか。花好きですか？リオに友達。リオについて、リオに友達。はい、趣味。疑心暗鬼。疑心暗鬼とかどこに使うの？繊細親父。一応。あとは、鹿こもり。なんもないか。しょうがない。じゃあ、ちょっと怖いけど。セーブして、一郎さんに話聞く？このおっさん怖えんだよな。ちょっとメモで、花好き？はい、そう。青いバラ以外の花は育てないんすか？種がありゃ育ててみてえかな。でも今はこいつ以外の花は勉強中なんだ。はい。なんだか青いバラを簡単に育ててるみたいなくすぶりだったんですけど、青いバラって幻のバラの色っすよ。しかもこんなに鮮やかな、まるで夢でも見てるかのような光景っす。ああ。まあ、特になんもないね。じゃあ、ラミーか恋人、食事の時間、鹿こもり。鹿こもり。夜じゃない、地下から出られないのもマジ無理。美白なの。屋に行けば、トイレもお風呂もあるからね。
まあまあ、今は亡き彼は、無害な人っぽかったけど。趣味っすか？自分は読者オタ活っすね。あ、ファッションオタクじゃなくてガチなんで、そこんとこ、ハンピーと一緒にしないですね。そうなんですね。だったら少しなら話通じるかもです。私、漫画とか結構読んだりしますです。おー、どんなの読むんですか？ですね、愛がテーマになってる作品が好きです。お友達同士が仲良くしてるのとか、甘々な恋愛ものとか、ペットがかけがえのないパートナーとか、そういうの見てると心がぴょんぴょんするんです。ずー。あー、アニメとかは見ないんですか？お屋敷にテレビないんですよね。好きな作品が動いて喋って音楽付きで見たいです。そう、私にとってアニメは未知のエリア。え？猛練？え？うん、ガチ勢がいいとも思ってしまった。え、あの会話っすか？リュウ先輩には難しい会話っす。動詞の合言葉みたいなもんだと思ってくださいっす。それにしてももしかしたら他にも隠れた動詞がいるかもしれないっす。他の人の趣味も知りたいっすね。ああ。なんだろう、まあ、オタク同士で盛り上がってる感じ。愛とは。愛することと愛されることは難しい。はい。例えばです。恋人は恋人を愛するですよね。ですけど、時として大好きな人が嫌になっちゃうときあると思うです。はあ。それで別れちゃったりします。さっきのは恋人の例ですけど、友達、友人、家族、ペット、何か好きな作品、他にもいろんなものをみんなが愛してると思うです。でも、それをずっと愛し通せるですか？飽きて別のものに心が変わったりしたりするですよね。愛するものを一生愛し続けるのは難しいです。何か、ほんの何かのきっかけで逆に嫌いになったり嫌われたりするかもなんです。はあ、それは娘に対する愛情だったりするかな。愛って強い絆のようで壊れやすい脆いところもあるですよね。深いなぁ。りょうさんって愛について深く考えてるんですね。愛していても何のきっかけで愛せなくなるかも、何かのきっかけで愛されなくなるかもしれない。そう考えると愛って怖いですね。そうだね。じゃあちょっとセーブして。はい。メモ帳をとりあえずセーブします。で、このおっさん怖いから。話題を振る。何しようかな。じゃあ。地下こもりについて教えて。ラミーカさんって日中はずっと地下なんですね。そうなんだよな。ずっと薄暗い地下で不便だろうなって思うけど、実は結構適応してんだよな。あ、それだけか。恋人。ラミーカさんは恋人を恥ずかしがり合って言ってたっす。自分は推理専門じゃないですけど、もしかして。え？やめてやめて。どうして俺が恥ずかしがり合わせなんだよ。ツンデレな可能性を考えて。ああ、っていうかあんたらな、これが本物のラミーカの恋人に聞こえてたらキレられんぞ。ああ、知ってんのか。ボルフについて。ボルフについて。辻さん。作ろってんのがバレバレだ。本当の中身はやんちゃなガキだ。そうなんだ。特に来い。ああ、忘れてくれ。ユーマについて、ビオについて、ヒロキについて。娘の行方。まだ読んでんのかよ。あんまりね、何の本？ヒロキについて。ちょっと化け物系の話についてはあんまり触れたくないな。ヒロキについて。一言で嫌をお人よしの塊。ああ。でも、なんで家にいるのにスーツ着てんだよって言うとよ、その方が引き締まるかなと思ってと、とか言ってよ。客でも来る予定でもあんならまだわかるけど、おかしくて笑ってしまったらよ。いいじゃないか、好きな格好をしたって言って恥ずかしそうになってよ。それがどうしてまったんだろうな。ユーマについて、ラミーカについて、ユーマについて、リオについて、イチローについて、親について、親について、鏡について。鏡について。いけないか。はい。部屋の鍵、疑心暗鬼、疑心暗鬼。リオさん、人間関係に疑心暗鬼になってるっぽいっすね。多分、リオはよ、あんたらぜひリオと仲良くしてやってくれよな。友達ができたのも初めてだろうしよ。あ、もう友達って、いう話にはなってんだな。趣味。一つっすけど、鈴木さんの趣味ってなんすか？あ、園芸家ね、仕事を趣味にしてもらってるみたいなもんだからよ。それに俺の年からまた新しいことをするのはちょっと億劫なんだよな。あんまり参考になることがないね。汚れ。
ゲイルさん大変そうですね。お掃除が終わらなそうです。本当は手伝ってやりたいんだけど、まあ、はあ、これは、見たな。じゃあ、食事の時間、ワーウルフ、ワーウルフ。やばい。あ、やばい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 。やばい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 。いや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 。ちょっと、ダメか。あ、死んだ。え、リュウ先輩、新しいパターン。リュウは深い眠りについた。あっという間だな、これ。この3問目、厄介だな、もう。もう、厄介だよ、ほんとに。じゃあ、もう、いっそのこと鏡使って、鏡のこと説明するっすか？こっそり使います。そしたら、あの姿が映るわけでしょ？はい。ん？あの姿、ヒレ？魚のような姿。一郎さんは半魚人？半魚人はいいけど、退治するで、一郎さんは自分たちは見てしまったんですよ。一郎さんが半魚人ってことを知ってしまったんです。そうかよ。所詮、俺がここにいられるのは不可能だったってわけかよ。夢叶うことはないってことかよ。ふざけんじゃねえ。リンクワンド。いや、だから中止、中止。考えを改めた。あ？殺さねえのか？そうか。頼む、俺の正体は誰にも言わないでくれ。で、これ多分また殺されんだろうな、次の日。でしょ？どうせそうなんでしょ？厄介なんだよ、でもあのおっさんさ。すごいいい人なんだけど、アミア使った、イチローさん鏡に見たっす。化け物じゃない。そっか、じゃああいつは少なくとも犯人じゃないんだな。はい。はい。これでよかったんかなぁ。多分、犯人はお父さんだと思うんだよね。二人が部屋に入ってすぐ、しばらくするとご飯が運ばれてきた。美味しい？あまり美味しくなかった。そうだよね。はい。おやすみなさい。ちょっと待って、話しかけてみようか。あー、意味ないね。じゃあ、はい、寝ます。多分翌日死ぬだろうなぁ。はい。ユーマは、とある日の夜、見せてしまいました。本当の姿。こんな姿だけれど、私を愛してくれる？醜い姿。血は繋がっていないけれど、愛している大切な人に。液状の黒い生物は、不安を隠すように、できる限り優しい声で言いました。私はこんな姿だけど、みんなが大好きなの。ぐちゃぐちゃと音を立てながら。他のみんなだってそう。みんな思ってるの。愛して。黒い液状の生物がドロドロした腕を伸ばして言いました。目の前にいる相手が抱きしめてくれることを願って。その瞬間、黒い液状の生物、ぐにゃりと歪み、重くて鈍い鈍痛が走りました。どうやら黒い液状の生物は、ヒカキ棒で殴られたようでした。殴った相手は、黒い液状の生物の目の前にいるもの。黒い液状の生物。ユーマの本当の姿を見て、近くにあったヒカキ棒で殴ったのです。この化け物め、こんなことになるなんて、ユーマは戸惑いを隠せませんでした。ユーマの正体を見た者は、逃げるユーマを追いかけ回しました。ユーマは逃げながら人型に化けるも、優しかったあの人間はもう戻りませんでした。人間は人間の姿のユーマを容赦なく、殴り続けました。ユーマは傷つき、血まみれになりながら逃げ続けました。化け物のせいなんだ。化け物のせい。私が化け物のせいであの人は変わってしまった。化け物のせい。私のせいであの人は化け物になってしまった。お父さんでしょ？はよー。本当にいいベッドっすね。とりあえず、教訓に挨拶しに行きましょうっす。で、また死んだのかなぁ。父さんによって殺されたんかなぁ。おはようございます。あ、やっぱりね。